今日はね、ウォーキング先でちょっと久々ですね、ここら辺歩くとこね、母の瀬イオンでしたね。カイローソンでね、無料引き受けもらえるドリンク買ってこようかなと思うんですが、ウォーキング中は買ってきてくれる先生に出るんでね、18日中13日の達成かな。ああ、結構歩いたな。あとは昨日ね、マックでね、期間限定のね、たまたま行くときタイミングで、ね、期間限定の発売日だったんでね、前のゴジラマイナスワンのコラボが食べたかったんですが、今回のリバイバルからシチリネビフィルね、ただね、音楽かかったところなんでね、ちょっとね、おどけしで入れてますね。車で行きましたね、と。あとはね、ダイソー VR 午後でね、月9君ここ、火曜日ね、I love you だっけ、なんだっけ、二階堂ふみさんと韓国人の方のね、若手スター俳優らしいですね。とね、昨日の隣の男性、ちょっとね、数分間ですね、空いてる時間とかね、つけてるのが、それが限界なんですよ。それで見てました。ビジョンプロね、発売1万近くなんですがね、X が今使えなくて、ね、なんかね、発売ね、米国発売1万近くなんですが、盛り上げツイートができないんでね、X だ、ブレイクボスだ。で、今日はね、プレミアリーグね、昨日はね、最近ね、跳ねるのが早くなって、プレミアリーグね、起きてね、なんかね、から見てますがね、リバプールで、ね、メモリバプール強かったですね。遠藤航選手、そこでスタメンとはね、今はアジアカップ行ってますがね。で、あとはね、ゲーム広告は3日間ないな。バスケットライブは報告ないんで、今ですね、全編映画撮影中に良くなく繋がる、アイフォーティブ保険に自由に巻き込まれると、埋めたいパッドプロ、ファイナルカットプロ、時折動画にやつと書いてます。セブンでも有益権使ってきたなどの話かなとね。アブマでブンデスリーがね、神村学院のね、福田不思議選手10代でね、ブンデス出場らしいんです。ちょっとそれ見てみますね。こちらね、月9君が心をくれたからね、ダイソー VR5 部でこちら、パイや滝蒸らしながらね、目玉焼きで、こちらね、ブンデスリーが見ながらね、ポテトパイヤです。お出かのまぶして、うん、今年もアブマで分ですが、アブマ TV 再放送ですね。鎌田大地選手時代のフランクフルト、ベーシングエップ、ウォーキングです。以前ね、1回目の回転前ショップに購入したね、ギャップニットキャップ、セブンイレブンで無料引き換え券ゲットです。こちらは若いやつ無料引き上げで、母の背を迎えに帰るです。こちらダイソー VR 午後にね、カージュドラマね、I love you で、ね、見てます。こちらね、アメマのプレミアリーグニューカッスルの試合ですね、ね、見てます。ね、ウォーキングでーす。シーマカモーズと通ってきて、シーマソングね、洋楽に中心のセレクトでーす。雨までブンデスリーガーね、続き見ながらね、アップミュージックシングね、歌ってました、福山雅治さんのジョーズが主題歌ね、好きだったドラマ。じゃあ双剣美ちゃん無料引き換え券で交換でーす。母の背向かいに帰るわ。こちらね、ダイソー VR 午後でね、カバエリナさん主演のね、隣のナースエイドね、視聴率もね、1回2回好調ですね。こちらね、アイツクトマトキャップでね、ポットとね、目玉焼きでーす。アマゾン撮影購入。でーす。スイモカモコとトトトと聞きながらね、シネマソング特集ですよ、今週はね。こちらね、商品100円で引き換え、商品100円ゲットです。